はい、本日50歳の元トラック運転手が語る若者へのメッセージいうことで始めていきますけども、おみんな元気そっか、山ちゃん久しぶりやな、いうことで今日は卸し地で現任昇格とボロクソに言うてきよる荷主、まあこれについてね話していこうかなと思います。まあその荷主なんですけど、扱ってる商品はいわゆる白物家電、まああのね冷蔵庫とか洗濯機とかエアコンとかまあ掃除機とか、まあまああのそういったもんを扱っとるんですけども、あの以前だいぶ大昔に出した動画でも言うとったんやけど、あの白物家電っていうのはねものすごいあのケースの美しさ、それにこだわりよる。だから仮にあの荷物をひっくり返しとってもケースが綺麗やったらそのまま受け取りよるという、まあまあそういう状況よね。ほんであのわしの行っとった運送屋でもまあそこの、まあ、下請けで入っとったんよね。まあほんでまあわしも何回か積みに行ったことあるね。その時言われとったのはとりあえず現任書とか書くようになるとボロクソに怒られるでということを言われとって、だから積み込む時はあの要注意してね、綺麗なやつを積まんとあかんと。当然積み終わったらもうだからボディの箱のとこ全部あの段ボールを敷くんよね。でまああのウイングと商品が擦れんようにと。まあほんであのわしの場合は別にあのねその現任書を書いたりとかそういうことはなく下ろし終わったんです。まあ当然それはねバラ積みですよね、やっぱりな。あの掃除機やったら1500台とかね、うん、まあそういう仕事なんですけど、まあそれからあのしばらくまああとまあまあ5、6年経ったんですけど、まあそれでまあ私まあね今元トラック運転手って言ってるようにまあトラック降りたわけなんですよね。まあほんでトラック降りてはあのフォークリフト会社にまあ就職、まあ派遣ですけどね行きまして、まあそこで扱ってた荷物がそのさっき言ったそのねもうボロカスによる人がおる運送屋の商品を扱っとる倉庫、まあそこで働いとったんですけど、まあ当然ね、やっぱりあの、まあそこも、そのメーカーっていうのも、だからその、まあ何社か入っとって、まあそのめちゃくちゃうるさいとこから回ってきた仕事をもうとる、まああの帰りにを積みに来るトラックの運転手とかは、ものすごい神経質に言うよね。あの、いやこれちょっとなんかちょっとケースにシワが入ってるとかね。別に何もそんなもん、商品自体には何の問題もないね。うん、ほんでその何も言われへん運送屋から仕事をもうとる業者の運転手とかは別にそんなにあのケースとかそんな何も気にせんと積んでいけるんよね、うん、ほんでなんでそんなにあのケースをきれいに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 というかそのきれいなやつを積んでいくかというと、まあやっぱりあのその廃車しとるやつ、まあそこのまあまあなんか常務かなんか知らんけど、それが現任書書いたらボロクソ言いよると。わしら自体は別にその現任書書くぐらい別になんてことないんやと。やけどその現任書書いたということを報告したらもうボロカスに言われると。しかも関西弁でね言われるんやと。ところであの積みに来ある人でもまああの九州か東京かいう感じで、まあ、特に東京の運転手なんかやと思う関西弁で「お前何やっとんじゃお前ドアホボゲー」とかでなんか言われるとね、うん、まあやっぱりもう縮み上がってまうと。もうそれが嫌やからもうとりあえずあの綺麗なやつ持ってきてくださいとか言ってねよう頼まれとったけどね、うん、まあやっぱりねあのまあそれでもねそんなもうまあもう明らかになんかねもう水濡れしてもう商品使い物にならんとかやったらなまあな怒られてもあれかな思うんやけどね、なそんなちょっと現任書書いたぐらいでそんなもんドアホボケお前何やっとんねんじゃよう見ろ言うたやろとかねそんなん言われるって人権問題やで言ってな、うん、まあ多分もうその専務かなんかというのも結構年いってあった人なんでね多分もう今はもう嫌らへん思うんやけどね、うん、みんなもうそれにビビり上がっとったと。ビビり上がっとったというか、まあ、震え上がっとったいうこっちゃな。うん、まあ、やっぱりあれやな、あの、関東の人からしたら、やっぱもう関西弁で、まあ、関西弁で普通に喋ってるだけでは、あの、東京でね、たまにおるんですわ。電話で関西弁で喋ってある人。関西人のわしでもやっぱ東京行って、みんなが、あの、関東弁というか、喋っとる中で、関西弁で何言ったんだお前青かみたいなねあの冗談マジで喋っとったとしてもうわなんかこの人電話で喧嘩してはるわみたいなね
そういうふうに聞こえてまうもんで、なんかもう東京の人からしたらもうとんでもないもうボロクソに大喧嘩してはるわみたいな感じでね、多分聞こえてまうんやろな、やっぱりな。うん、まあまあそういうのがあってね、うん、まあ特にまあね、白物家電、中身なんかどうでもいいね、もうひっくり返してもう中が潰れてようがケースさえ消えかったらそれで OK とな、うん、まあそういうのを買わされる人の身になったらまだえらいことやけどね、中身よりもケースが大事な代物家電ということでね、うん、まあこれを言うて今日のお話を終わりにさせていただきたいかなと、うん、思います。それでは皆さんご清聴ありがとう。どうも。